にちは、しおりんこ。またの名を。フルーティストの高橋しおりと申します。よろしくお願いします。今週末、9月12日と13日に、栃木県総合文化センターのメインホールから、無料配信のコンサートが行われます。題して、栃木の若手アーティスト集まれ、ウェブコンサートです。で、このコンサートは、栃木のゆかり出身のアーティストが23組集まって、それぞれ15分以内で演奏をしていくコンサートになります。私は9月12日の予定では4時51分から15分間、くるみ割り人形ダイジェスト版をピアニストの斉藤文香さんと一緒に演奏します。そして背景には私が作った切り絵を使った画像が映し出される予定です。これじゃないけどね。特別にこのために用意しました。そしてその他にもとっても私も楽しみなんだけど、実力のある若手アーティストがたくさん出演するので、皆さんぜひこの栃木県総合文化センターのホームページにアクセスをしてご覧ください。